ロシアで氷点下 62.4 度という想像を絶する寒さをもたらした大寒波が今週、日本列島に襲来。関東地方でも最高気温が0度近くという寒さを記録し、今後もしばらくは寒い日が続く。華やかな芸能界の住人たちも寒さは大敵。今回は、見た目度外視で防寒に備える姿から、寒さの中でもスタイリッシュに決める姿まで、芸能人の思い思いの防寒スタイルをチェックしたい。昨年は、10月期の主演ドラマ、サイレント、フジテレビ系が大ヒットした川口春奈。そんな川口はインスタグラムに、早くもロケジャンデビュー。冬越せるのか、と綴りながら、黒いロケジャンを着用したバストアップの姿を披露。口、鼻まですっぽり隠れ、もこもこしたなんとも暖かそうな姿で、カメラをじっと見据えている。ファンからは、暖かくして、撮影頑張ってね、風邪ひかないでね、と川口の体調を気遣う声のほか、上着から顔だけを出した写真にも、温まっかそう、かわいい、という声も寄せられている。広瀬アリスが完全防寒していますと綴りながらツイッターに投稿しているのは、もはや広瀬であると判別するのも困難な防寒ショット。黒いダウンコートを着用しているが、フードをすっぽりかぶった上にマスクも着用しており、素肌で見えるのは素手のみ。華やかさ度外視で防寒に全振りしたいでたちの広瀬は、今、新たな作品の撮影をしています。まだ数日ですがすでに楽しいです、と明かしている。コメント欄には、この写真がアリスさんかどうかもわからない W、誰かわからん、といったツッコミが相次いでいる。お笑い芸人といえばロケがつきもの。もちろん寒い日も構わずロケの仕事が舞い込んでしまうわけだが、桑田真澄のモノマネや、近年は、アイアム、冒険少年、TBS 系の人気企画、脱出島、無人島から脱出せよ、での活躍が目覚ましいピン芸人のあばれるくんが、大寒波対策、と綴りながら投稿したのは、バイキングの小峠英二との2ショット。スキンヘッドという共通点のある2人が、お揃いの白いフードを着用している。白いフードということもあってか、どこかてるてる坊主が並んでいるように見えなくもない。大寒波中の仕事ということで、ファンからは体調を気遣う声も寄せられている。バル、歌手の工藤静香は、防寒対策バッチリないでたちで愛犬の散歩に行ったことをインスタグラムで報告。ああ寒い寒い、どんなに寒くてもこの子たちは元気で元気で、と3匹の愛犬を連れている工藤は、スキニーパンツに暖かそうなジャケット、黒マスクにニット帽とカジュアルな姿だ。防寒に備えながら、スタイリッシュに決めた工藤の投稿には、コメント欄に、わっちり決まってる、静香ちゃんのファッションいつも大好き、といった称賛が集まった。NHK 紅白歌合戦、NHK 総合ほか、2、3年連続の出場し、アニメ、鬼滅の刃のオープニングテーマ、フレンカ、などで知られる歌手のリサ。インスタグラムで、寒すぎて急遽買った、と投稿したのは、耳当てを着用した自身のモノクロショット。耳当てだけでなく、大きなマフラーと厚手のコートが、防寒対策バッチリという雰囲気を伺わせる。暖かそうなリサのいでたちに、コメント欄には、あったかそう、耳当て暖かいですね、といった声が寄せられている。